ろそろかな。なんだ。そろそろ第二ステージに覚醒する頃だな。脅しのつもりか。お前の異能が全くの無能なのは知っているぞ。貴様は何も分かっていない。最初は何の役にも立たない主人公の異能。主人公。それが覚醒して最強の異能となる王道のパターンだろうが。なんだ、復讐か。わざわざ殺しに来たのか。お前と一緒にするな。俺には守りたいものが山ほどある。俺一人の気持ちでみんなを悲しませるわけにはいかねえんだ。復讐なんかで失ってたまるか。お前はここでずっと罪を背負って生きていくんだ。もう忘れたとは言わせない。雲を空丸、お前に両親を殺され、お前を殴った男だ。一生覚えてろ。主君がなぜあれほどまで頑張っているのかはわからない。でも主君も頑張っている。だから私も頑張る。殺人鬼に勝つためになりふり構ってなどいられない。私は弱いのだから。君だけでいいや。ありがとう、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 ありがとう。これがあの有馬。どうしてだろう。我慢しないと泣いちゃいそう。このまま上手に笑えなかったらコックリさんにも嫌われてしまうのでしょうか。にっこり。いらっしゃいませ。こちらでお召し上がりですか。スマイルをください。え、テイクアウトでスマイルをください。お客様、申し訳ありませんがスマイルはお包みできません。結局ポテトしかもらえなかったのです。チープな味にやみつきなのです。そもそも表情とは感情を表す視覚情報に過ぎぬのです。ならば仕草や言葉で笑顔を表現できるはずなのです。あー、妹をどうする気だ。おいてめえ、兄貴なら妹に飯ちゃんと食わせてんのか。黙れ、妹から離れろ。飯を食わせてんのか聞いてんだよ。俺は連れてくぞ。罪滅ぼし？ガキが何言ってんだよ。だって傷が。一つ教えてやる。本当の罪ってのは滅ぼすことなんてできねえのさ。本当に本当にしつけえやつだぜ。君、どうしよう。なんだよ。ちょっと待っててよ。お前女か。男の格好とは変わったお嬢さんだな。もしかしてそっちの趣味の人。ああ失礼。君、ヘルヘイメへの近道を知っているのか。え、酒場で話してただろ。
そうか、こいつさっきのヨタ話を聞いてたってわけか。私は逃げも隠れもしませんよ、中森警部。また会おう。キッド、何がまた会おうだ、バカ者め。次に会うときはメロメロに叩きのめしてくれるわ。嬉しそうですね、警部。お父さんお帰り。ええ、みんなあまり遅くならないうちにお開きにするんだぞ。アオコ、腹減ったよ。カイト、どこ行ってたのよ。悪い悪い、ちょっとやぼよだった。これでカイロは現役に戻ったということだ。ふっ、こんなところか。数日もすれば回復する。体が動く頃には以前よりはマシな魔術師になっているだろうさ。詳しいのですね、アーチャー。似たような経験があってな。私も初めは片腕を持っていかれた。待てよ。なんだ。聞きたいことがある。理想を抱いて溺死しろ、あれがどんな意味なのかってな。言葉通りの意味だ、付け加えるものなどないが。じゃあお前は何のために戦ってるんだ。知れたこと。私の戦う意義はただ己のためのみだ。自分のためだけだと。そうだ、お前の欲望が誰も傷つけないという理想であるのなら好きにするがいい。ただしそれが本当にお前自身。お前も当然この話に乗るだろう、三雪和也。悪いけど俺ずっと前から聖堂に誘われてんだよね。その話には乗れねえな。あ、何言ってんだお前。聖堂か、あそこは前の監督が辞めてからまだ一回しか甲子園行ってないよ。国友監督の実績に比べたら片岡監督はまだ若すぎると思うけど。いや、そういうことじゃなくて、こんなすげえメンツが集まるチームなんだろ、稲城実業って。だったら余計に戦ってみたくなる。姫さんはもう中に入るな、外で待って。いいえ、行くのは私とキジャとユン。ハクはここで待ってて。キジャは青龍の場所が、ユンは道がわかる。そして私が青龍に会わなきゃ、それは私の役目だと思うの。お願い。で、誰かが外で里人を見張ってなきゃいけない、それが余った俺ってわけですか。ハクだから任せるの。さっきみたいなことにならないように気をつけるから。ハク、今度はちゃんと戻ってくださいよ。バケモノ！逃げ！何する気だ！決まってるだろ、殺すのさ。待て！やめろ！逃げろ！早く！新一、邪魔するな！何するんだ！走って！さようなら、お父さん、お母様、お兄様、シルビア。私にはもう何もない。何もいらない。過去も名前も何もかも。あなたたちのように簡単に死なない。生きるためなら地面を這いずり、泥水をすすり、地へ道を吐くわ。私は生きる。殺して生きる。なぜだ、殺したはずなのに。
あの時狙いがそれたのか。いや、そんなことはない。心臓に穴を開けられても死なないとは。ついでに首も切り落としておくべきだったか。ひどい。これまでそのままじゃないか。一秒でも早くお前を殺す。そうだ、来い。化け物は化け物らしく殺してやる。お前も。お前も。それじゃ宇田さんは。右手の反応が鈍い。まるで冬眠でもしているようだ。だとすれば人間一匹に何ができる。避けた。まさか人間にそんな運動能力があるはずは。バカだ。見える。奴の動きが見えるぞ。 A と戦った時とは全然違う。そうか、ものすごいスピードで変形しながら動いていたのか。信じられん。宇田さん、この世で一人、たった一人同じ思いを分かり合える人だったのに。くそー、ね、なぜだ、なぜこいつはこんなに早く動ける。インスピレーションよろ。